ちは。でもあなたにはペンがある。お世界から飲まれて、うん、新しいもので作ることになる。その時は私はこの世界から、連れ出して救い出してか。ああ、山ちゃん、ハートありがとうございます。その時私はこの世界から救い出して、あなたの勝ち先を救い出して、世界に向けて届けたい。ああ、セリフ違うんですけどね。はい、出かける準備しよう。あと少ししたら親知らず抜いてくる。おお、いってらっしゃい。どんなんやろな、私親知らず抜いたことないから。親知らず抜いたことなかなのでアドバイスも何もできない。寝すぎた。ああ、うん、なんか寝すぎた体のバキバキ感がしんどい。充電しながら配信をしたい。そうなると横向きになるのか。目が覚めたらお昼になってた日って一日無駄にしたけど、そんなん私いつもや。今日はマジ昼どころじゃない、つい1時間半前ぐらい。に起きた。顔出すか。横向きやから変なアングルかもしれん。顔が映らないでしょうこのアングルでは。あ、しかもあれやん、待ってな、横向きにせなあかんな。そうするとどうなる。めっちゃローアングル、めっちゃローアングルやで。どうする。台がないんよな、不便でございます。メイク道具はに置く。今洗濯機回してんねん。車の音ちゃうねん。もうね、あと5分ぐらいで終わるんちゃう。はい、空のペットボトルを後で捨てに行きます。捨てます。よし、
雨降る正午の T シャツっすね。せで？そう？洗濯してるの偉い、偉いでしょう。今日はちゃんと枕カバーを洗濯今してます。でさ、ちょうどいい、あ、これとかいいんじゃない。ああ。いい位置、来い。いい位置に。なんか奥もないかな。まとめ樹。まとめ樹召喚。あかん。奥もんがねえな。はい、ペットボトルさよなら。あ、これティッシュでこっち、こっちにしたらいいんじゃね。はい、まとめ樹召喚きた。フェイスパウダーだけしてないからするわ。今日もまた夜中に配信とかさしたらさ、あ、あれやからな。とりあえずみんなこの来れる時間に配信をしてみたりして、腕時計する人なんですね。そうです、私はなんか指か腕に何かついてないと落ち着かない人で、でさ、聞いてほしいねん、これを買ったんよ。で本当は昨日これを開封しようと思ってん。あのプリキュアのガチのオタクじゃないけど、プリキュアは好きなんだよ私。全25種類ある。狙いは2人はプリキュアだよね。なんだけど、なんだけど、このハサミでとりあえず1個だけ開けてみようと思ってさ、開けてみるよ。プリキュアのこれ何？洗濯を、洗濯終わった洗濯が終わりました。よくないあ、よかった、下着じゃなくてよかった、ズボンでよかった事故じゃん、事故になって、まとめ樹ちゃんとしてよあー、よかった。私が今ね、もういいよ、もう映すよ、干してたのはこれですよ。タオルと、タオルとズボンおもろすぎる危な、危なすぎるな、やっぱここの辺、これでこれ危険なのか。なんで、残念、やめなさいよねえ。ほんと今ここの部屋で映したらダメなもんね、一個もないから。よかった、よかった、よかった。そんなとこに干したらあかんやん。いや、これは、いや、多分干す場所がないんだって、マジでこの家。
干してたよ。よかったカーテン閉めてて。私カーテンを開けるという習慣がなくてですね。うん。で、ダブルで固定するか。よし。リベンジリベンジ。洗濯をするよ、私は干すよ。私は干すよ。だこれをさ、もう外しちゃえばいいんだよ。これを。こんな生活感ある配信する人なかなかおらんやろな。はい、これはこっち。え？いちごの粘膜キスちゃんと洗濯してるよ。毎日は洗わないけど。ね、おちゃんと柔軟剤のいい匂いするわ。とりあえず稽古行く前にさ干して、こうやって机を動かすとまた携帯が倒れるから。針金のハンガー100均で10本110円ですよ。おすすめ。はい、カーテンを開きましたのでもう位置がバレます、これで。はいはい、これはもうシワシワになった枕カバーです。これはどう干そうかな。このバスタオルも、うん、これは今日使うな。そう、私とお揃いにしたい人はこれ無印良品に売ってますから、これ枕カバー。これから稽古に行くのせで、ふぅ、痛い。今日は天気がいいの、晴れてる。天気は良くはないのか。見てない今。見るわ。無地。バレない、バレないって。これはこっちに干しましょう。本当私部屋を荒らす天才だな。才能を持ちすぎている。もうすぐね、特技が物を散らかすことです。なんでなんだろう。なんか本当ね、まあこれ後で使うし、これも後で使うしみたいな感じで、あの物を置きっぱにしてしまうんですよね。でもね、それで生活は成り立ってるんですよ私。だけど
まあ嫌っちゃ嫌ですよね。ちゃんと知ってたい。まあ無理ですけど。もうだって23年生きてきてさ、ああ23年生きてきてこれなんだもん。無理よ。もう諦めたよ私は。いや諦めない、諦めないよ。ちゃんと綺麗にしたいもん家。てか本当にこの私大阪に服10着ぐらい持ってきたけど、本当人が生活する上ではこれぐらいが適量なんだろうなってめっちゃ思う。めっちゃ思う。それを痛感。だって10着あんのに10着着てないんだもん。ただいまー。よし全部干した。今日スプラトゥーンさん発売日だからてっきり遊んでるのかと思ってた。いやだからまだ注文もしてないんだよ。なんかさ NMB のメンバーがさ何人かツイートしとったよ。ちょっと腕前みたいよね。腕前どうしよう。 S とかやったら私あれやね、まだ A マイナスと A プラスと A をさまよってるから。今ウエハース開けてる。こんにちは。しかも4時ってやばない？4時ってやばくない？え？私まだ起きて2時間経ってないけど。え？怖すぎる。一日終わってる。はい。これを、え？ねえねえ、切ったのに全然開いてないんだけど。もうそういうところよ。え、なんかめっちゃいちごの匂いする。おーおー、当てた。いちごクリーム味ウエハース1枚入り。いちごクリーム。ウエハースそんな好きじゃない。言うてせやで。一時期そうよ、 S 行ったのに。やっぱね S は強い。あー色的に2人はプリキュアじゃなさそう。誰ですかこれは。キュアロゼッタ四つ葉アリス。ドキドキ。待て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 、今検索できるみんなに聞きたい。ドキドキプリキュアっていつのやつ。ドキドキプリキュア今だってデリシャスみたいなやつじゃん。キュア誰。キュアロゼッタだって。キュアロゼッタだそうです。キムさんブドウありがとう。ブドウ食べたい、ブドウ食べたいよ。ありがとう。2013年。あパジャマが、パジャマ、パジャマでよかった。はあ、こっちにしよう。ゴール場所で配信するから。そう、もうでも家見せたもんな私。もうこれここに干してますって。キュアロゼッタ、私さ黄色ってあんま好きじゃないのよ。出て言うのもあれやけど、あなたのことをよく知らないんだけど。キュアロゼッタ、キュアソード、キュアダイヤモンド、キュアハート、キュアエース。こういう個人系なんや。
あ、なるほどね。これなんだろう、 N SR とか HR とかあるんだけど、なんだろう、山ちゃんのファンレベルが上がりました。いつもありがとうございます。あのね、プリキュアってさ、こんな感じで、こっちか、色あるじゃん。私だいたい青とか青紫の子が好きなんですよ。黄色はね、めっちゃおてんばキャラみたいなあるじゃないですか。あ、でもこの子は四つ葉財閥のお嬢様、優しくおっとりした女の子やって。へえ、調べるか後で。日だまりポカポカ、キュアロゼッタ。あ、そうだから日だまり系やろ。日だまりとかひまわりとかサンシャインみたいな、そういう系やんか。私は何なんだろう、クールな感じのが好き。じゃあこれはもし今日の夜配信するなら今日の夜開けるし、明日の昼か今日の夜どっちかに、これは楽しみに撮っておきます。今めっちゃ開けたいけどな、今開けたいけど。でも考えたらさ、この中でさ知ってるプリキュア全然おらんわ。二人やプリキュア、マックスハート。え、だからドキドキプリキュア知らんのやけど、あ、誰がいるんだろう、ドキドキプリキュア。ドキドキプリキュアが誰いるのか知りたい。ちょっと一瞬調べていい？ドキドキプリキュア、ドキドキプリキュア、ドキドキプリキュア、誰だ。ああ、あ、あーあーね、あ、はい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 、そうよ。だから私はこれの青と紫が好きだったのよ。あー、惜しい。なるほど、ドキドキプリキュア2013年やから知ってるわこの子たち。そう、キュアハート。あ、キュアロゼッタ、あなたドキドキプリキュアやったんや。うわー、そう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 、だからキュアソードとキュアダイヤモンド好きやってん。そう、ダイヤモンド、そうよ、青と紫、ほらほらほら、だから言ったじゃん、青と紫があるって。うわー、君じゃないんだ。そういうことね。ほんまや、キュアロゼッタ、キュアダイヤ、ん？キュア、ん？これキュアロゼッタか。ダイヤモンドとソードがいるじゃん。うわぁ。まあ、ランダム、ランダムって感じやな。ああ。なるほど。だから本当にだから、私はいかに黄色に関心がないかっていうのがこれで分かりましたね。だって知らないもん。プリキュアっていつから始まったんやろ。私がね、幼稚園の頃に二人やプリキュアが始まりましたね。突然出てきた時は何事かと思いました。二人やプリキュア、この二人ですね。これマックスハートっぽい、あ、ちゃうか、あの黄色い子おらんから。二人やプリキュア初代ですね。そう、だから私が幼稚園の頃にプリキュアは生まれました。あと明日のなーしゃだっけ。
そう、次もめっちゃ開けたいけど後で開ける。これは明日か今日の夜か、あと5分10分したら終わろうと思う。プリキュアの前はセーラームーン、そうだね、セーラームーンはもっと昔からあったよね、きっと。で、私がセーラームーンを知ったのは実写版のセーラームーンとか、あとはなぜか本も買ってもらって持ってたな。明日のナージャ、ナージャか、明日のナージャはあんま見てなかったけど可愛い印象がある。うん、2人はプリキュアは好きでした。プリキュア555とかも好きだったけど、ここにはないのかな。え、ポルン、メップル、ミップルもうあるらしい、このカードラインナップに。うわー、うわ、マジか。欲しい。メップル、ミップル、私メップル派でした。へー、キュアエールとか分かる。これさ、ほんまにこの逆にさ、なんでさ、このドキドキプリキュアがさ選抜されてるんやろ。バンダイキャンディホームページを後で見ればいいのか。あ、SSR は白押し仕様やって。白押し。じゃあキラキラしてるんや。これでも十分可愛いけどね。十分可愛いよ。なんか私に見えてきた。黙れって誰か突っ込んで。黒髪ロングはマーズ？そう、マーズだね。こんにちは。続けてってやめて。続けないよ。よいしょ。マジでまだ寝起きなんよな。なんか眠いわ。こんだけ寝ても眠いって私さ、大丈夫かな。本当に本当嫌になっちゃう。だって4時やで、夕方やん。うわ、もう一日終わったらほんまに嫌や。一日終わってる。キャー、今日は早く寝るよ。今日は早く寝る、マジで。しかもほら、巻き方希少すぎて外向きにいってるし、もう意味わからん、ほんまに嫌や。あー、なんかいいことないかな今日。何時に寝たの？5時ぐらい？いや、4時かな多分。何時寝たかな、4時。昨日ゲームしたな私、多分。あのあとゲームしたよ多分。だからだ、ウェハースは本当にあんま好きじゃない。これならチョコ、なんか板チョコとかの。いや、そう、深夜の配信、多分銭湯も明日用事がありまして。あ、ウェハースうまいな。そうよ、私まだ
取り残されてスプラトゥーン2で遊んでるから、ずっと2で腕前極めてるから今ダウンロード版は買いません。カセットにする。SM オペラは映像化しないらしい。あ、映像か DVD か。映像で配信するか否かはちょっと知らないですが、らしい。終わるぜ。よし。糖分取ったら目が覚めてきた？全然。いきます。13位ミータさん、12位カズさん、11位黒豚さん、10位ヨシカナさん、9位チキチキさん、8位ユイちゃん、7位アポカリプスさん、6位ゼロレイゼロさん、岩の夫さん、マッキーさん、ティムさん、ヤマちゃん、どうもありがとうございました。わーしゃー、これから稽古に行ってくるんで、うっす。今日のケーランは叫ぶんじゃないですか。あー、発声してから行こう。 ありがとうございました。よし、今日配信しない場合は12時までに、おやすみってツイートする。では、30分ぐらいやったら喋るかもしれんけどな。うん。では。